G7 諸国は中共への対応で大きな一歩を踏み出しています。しかしまだ足並みが揃っていない問題も残されています。報道をご覧ください。G7 サミットが6月11日から3日間にわたり、イギリスのコーンウォールで開催されました。12日、世界最強の指導者たちが一堂に会して中国問題について協議する際、まず最初にインターネットを遮断するという大きな予防措置をとりました。 それによって、中共について語った内容が盗聴されなくなります。主要7カ国首脳会議 G7 サミットは、毎年会合を開き、世界の最も差し迫った問題について協議しています。そのメンバーは世界で最も豊かな経済を持つ国であるアメリカ、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本です。これらの国の経済規模を合わせると、世界経済の約半分を占めます。 今年の議長国を務めるイギリスは、欧州連合 EU、インド、オーストラリア、韓国、南アフリカ共和国も会合に招待しました。現在、議題で言及されている最も差し迫った問題の一つは中国です。3日間の協議の後、G7 は台湾問題についての沈黙を破り、異例の発表を行いました。 G7 は共同声明で我々は台湾海峡の平和及び安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的な解決を促すと発表したのです。これまで G7 は公然と台湾問題に言及したことはなかったので、これは異例のことです。G7 諸国にとって台湾との交流は中共政権の神経を逆なでするリスクがあるため、台湾へのアプローチは常に一線を画していました。 また G7 諸国の経済は中国に強く依存しています。中共政権は台湾が中国本土の一部であると主張し、力ずくで台湾を支配すると脅しています。そして他の国々では中共が台湾に侵攻してくるのではないかとの懸念が高まっています。というのも中共政権が頻繁に台湾の防空識別圏に戦闘機を侵入させているからです。 G7 は東シナ海と南シナ海の状況を深刻に懸念しているとも表明しています。それは中共政権が南シナ海の係争海域を占領し続け、また日本との間で争われている海域に戦団を派遣しているからです。台湾問題の他にも G7 は様々な問題で中共政権を非難しました。論点となったのは中共ウイルスの起源調査。 香港や新疆ウイグル自治区での人権侵害、そして特に中共の一帯一路計画への対抗策にまで及びました。中共政権は数兆ドル規模のプロジェクトを投資計画として宣伝しています。このプロジェクトでは中共は世界の港湾施設、高速道路、鉄道などの重要なインフラに資金を投入します。しかし評論家は中共政権はこのプロジェクトを利用して、 貧しい国々に借金を負わせ、新たに資金投入したインフラを支配することで、これらの国に対する影響力を獲得し、何よりも西側諸国に対抗するためにその国々を利用していると指摘しています。ホワイトハウスによるとアメリカは一帯一路に代わる対抗策の提供を目指しており、それは開発途上国に数千億ドル規模の融資を行うことができると言います。 しかし G7 は中共政権に対抗するという点で一定の成果を上げていますが、中共への対応をめぐっては参加国の間で意見が分かれています。アメリカ、イギリス、カナダは中共政権に対して強硬姿勢ですが、一方 EU、ドイツ、イタリアは中国との貿易取引を危険にさらすことには及び腰です。ドイツ製自動車の3分の1は中国で販売されています。 したがって G7 諸国が中共への対応で足並みを揃えるかどうかは今後の課題と言えるでしょう。NTD ジャパンがお伝えしました。